一崎君雄です、深夜のフリートークってことでまた、しょこりもなく歩き出し始めましたけども、そして喋り始めましたね。でさっきね宗教の話をしましたけども、ちょっとね考えが整理されたというかね、考えが整理しきれてないまま喋っていたなと思って、そのことについて喋、ろうと思うんですけどね、大きい宗教と小さい宗教があるんだなということに改めて気づいたんですね。でまあね、宗教って何かっていうとね、まあ一つの言い方としては人間の認識っていうのはみんな全部宗教なんですよね。でどんな人でも何らかの宗教にとらわれているというふうに言えるし、その宗教から誰も逃れることはできないとね、いう言い方もできるんじゃないかと思うんですね。でそれはつまりね、人間というのはいわゆる動物的本能が壊れてるわけですね。だからその自分自身の世界観を自分自身で作んなきゃいけないわけですよね。何を目的に生きるとかね、何が自分にとって嬉しいとかね、そういうこと自体を、そういうこと自体がその本能としてインプットされるわけではないですからね。だから人間はその自分でそういうものをね作り上げなければならないと。でどうやって作り上げるかっていうと、それはその言語によるプログラムによって作るわけですよね。自分はね何をしたら嬉しいとかさ、何が自分にとっての幸せとかさ、何が目的なのかとかさ、ね、人生の生きる意味はとかさ、ね、そういうものはみんな言葉で言い表せるものでありまして、そのようにして人間というのはその言葉っていうのは単にコミュニケーションに使うだけではなくて、そうやってその生きる、ね、意味とかね、生きる目標とか、そういうあと世界観ですね、今夜中地面の上歩いていますけどね、でこう夜中地面の上を歩いているとかね、私は日本人ですとかね、地球にいますとかね、そういうの全部言葉ですからね。動物が言葉喋れないっていうのは、言葉を喋らなくても済むわけですよね。猫は何も考えなくても自分のことに悩んだりしなくても猫なわけですよ。犬もそうですよね。で猫の在り方と犬の在り方っていうのはそれぞれの種によって違いますけども、本能で、まあ、決まってるわけですね。人間だけが決まっていないと。でこのでその世界観っていうのは、人間の世界観っていうのは、個人によっても微妙に違うし、それぞれ違うし、ね、その人の生き方が違えば、ね、世界観も違うと。そして国によって違う、時代によって違うと、ね、随分違って、それぞれに違ってくるんですけども、それぞれが結局は固有の宗教だと、ね、いうことが言えるんですよ、ね、だから私は、仏教徒ですとかね、キリスト教徒ですとかね、そんな宗教なんて私全然バカらしくて信じないですよとか言ってる人もですよ、結局はね何らかの宗教に、捉えられているというふうにして、言えるわけなんですね。でその意味で言うと、まあ、お金は宗教だと、ね、そういう言い方もできるわけですよ、ね、私のカメラ趣味だってね、それは一つの宗教だというふうにも言えるんですよ。あとその学歴社会とかね、それもまあ一つの宗教なわけですよ。で信じてる人にとってはそれがあたかもこう重要なことでね、自分にとってはすごく大事なんだそれがっつってね、これが世界で絶対的なものなんだっつって自分で思えるけども、もう他の人から見たらそんな、学歴なんてはっとしょうがないっつってね、俺は実力主義なんだとかね、お金なんかいくらあったって幸福になりゃしませんよとかね、そういう言い方はいくらでもできるわけで、それぞれが宗教なんですよ。で、まあ、あとね最近思ったのはね、その、まあ、ある写真家さんのインタビュー映像を見ていたら、その自分の師匠はロバート・フランクだと、ね、ロバート・フランクって、スイス出身かな、スイス出身の、アメリカの写真家ですけども、その人が、自分はコンセプチュアル
コンセプトで写真を撮ったことがないって言ったんだ。自分はコンセプトで写真を撮ったことがないって言うんですよ、ロバート・フランクが。でこれぞ私の先生だって言ってね、その写真家さんはおっしゃっていて、だから自分はストレートフォトグラフィーを撮るとね、そんな小細工なんてしないでね、なんか加工したりなんか小細工したり、コンセプトなんてね、そんな小細工だっつってね、ストレートに写真を撮るんだというふうにおっしゃってたんですけども、それもねやっぱりねこう宗教なんですよ、ストレートフォトっていうね、そういう信仰なんですよというふうにしてね、私はね改めて思ったんですね。だから何だってね宗教だし、何だって信仰だっていうふうにして言えるんですね。でね、何だって信仰で何だって宗教なんだけど、そのね宗教にね大きい小さいっていうのがねあるんだというふうにしても言えるんですね。でやっぱりね一番大きい宗教ってね、つまりねそのソクラテスですね、古代ギリシャ哲学のソクラテスですね。ソクラテスがなぜその死刑判決を受けて、で友達が逃げようよって説得して、実際に逃げることも簡単にできたはずなのに、いや私は逃げない、死にますっつってね、なんでこうわざわざその毒牌を仰いで死んでいったのかっていうと、それはそのやっぱ改めてね、弟子のプラトンが書いた著作を読んでみると、そのより大きな宗教に準じていったんですね。より大きな宗教のためにこの命を捧げようとね、その方がそのみんなの役に立つんだと、みんなの役に立つっていうかね、まあ意味があるっていうねまあそういうことなんですけどね。だからそのやっぱりこうより大きな宗教、まずね宗教には大小があると、ね、そういう命題を立てるわけですよ。そういうふうな言葉で書いたわけじゃないですけどね、私が勝手に読み取って、跳躍して読んでるだけですけども、やっぱ宗教には大小があって、で一番大きい宗教って何かしらってね、そこら列は考えるわけですよ。でそうするとやっぱりねここはね一つ毒を飲んで死ぬしかないですね。それが一番大きな宗教だってね、宗教に準ずることなんだとね、ここでその友達の説得に応じて逃げることもできるんですけども、そんなのはねちっちゃいとね、もっと大きいことをしたいんだとね。でその大小で物事を考えると、まあそのソクラテスの場合は、死にましょうということになったわけなんですよね。だからそのでその意味で言うと、もう一つ今日話してたテーマは、今晩話したテーマは、お金は宗教なのかっていうね、そういうことを話してましたけど、まあそもそもだからお金も宗教なんだけども、一番大きな宗教ではないわけですね。お金はね宗教として随分ね大きなものなんですけども、でも一番大きな宗教ではないとね。だ大小で言うと、大きな宗教があってね、で少し小さな宗教があって、でその少し小さな宗教があってのそれぐらいにお金とか資本主義っていうのがあるんじゃないのかなとね。だ今は資本主義の時代なんで、資本主義ですからね、その資本主義っていう、それがその資本がね世界を支配しているわけですよ。だからその宗教としては随分大きいんですけどね、でもまあ究極的に大きな宗教ではないと、そういう関係になっていると。でもう一つはやっぱりね、その、まあ、これも前の動画で言ったんだけど、やっぱ僕もね資本主義をね宗教として今一つこう信仰しきれないところがあってね、これはねなかなか難しい問題なんですよね。だから僕はそう宗教としての資本主義を否定してるわけではないんですけども、やっぱり心の底からこう信仰するとなるとね話がね別なんですね。これねやっぱりね、やっぱ信仰するって何かっていうと、一つはねこう改心の、ね、コンバージョンつってね、クリスチャンの方は言いますけどね、つまりキリストを迫害していたパウロが改心して、目から鱗が落ちてね、目が見えなく、まあ、突然目が見えなくなるんですよ。で3日後に目から鱗が落ちたのかな、それで目が見えるようになったらもうキリストを信仰しているとね、これがこう改心ですよね、コンバージョンですよ、ね、でそうやってね、
私もいつかいつかっていうかね、その早く改心したいんですけどね、やっぱり改心したいというね、そういう気持ちがあればやっぱり、ね、改心っていうのは、ね、訪れるんじゃないかと。それがね、信仰の力でね、神の恵みなんですね。まだそうやって、ちゃんと資本主義のことね、信仰してないうちからそんなこと、私は言っていますけども、そう、キリスト教のね、新約聖書の改心の話ですよね。だから、つまり、パウロという人は、キリストをね迫害していたんですよね。でね、やっぱりね、僕なんかやっぱりバカだから、ね、お金を迫害しているところがあるわけですよね。まあ、ありていに言ってね、その金儲けは汚いとかね、まあ、お金は大事なのは分かるけど、お金の価値が全てじゃないよとかね、やっぱりその、まあ、池早さんとか学さんとか、最近でこそ動画をよく見るようになりましたけども、ちょっと前まではね、なんか情報商材屋っていうとなんか うさんくさいイメージがあってね、なんかお金だけ儲けて何の意味あるんだとかね、そうやって迫害してた、迫害ね、迫害してたんですよ。でその迫害していた側のね、私なんかがこうそのね、キリストを迫害していた、パウロみたいにパコッとねこう改心してね、それで、もうとにかくこう収支替えをするわけですよね。でね、あとね、スターウォーズですよね。やっぱり僕はあのスターウォーズの、エピソード3かね、エピソード3がねすごく好きなんですね。まあ123とエピソード123とあのシリーズが一番好きなんですけど、やっぱりね、最後にアナーキンがね、あの正義の味方のアナーキンだったのにくるっとね、ダークサイドに落ちるっていう、ダークサイドに落ちるっていうのは、あれはその、まあ、キリスト教の聖書をね下敷きにしているのかもしれないし、まあ、ああいうその、まあ、とにかくね、人間の心変わりってね、結構ね一瞬でくるっとね、くるっとくるんですよね。君子豹変すっていう言葉もありますけどね。だからね、そういう意味ではね、まあ、僕もだからあれですよ、その人生では何度かそういうこうくるっと自分の価値観が変わったことが何度かありましてね。だからスターウォーズいいよなんつってね、思っちゃうんですけどね。まあ、という話でありました。